やっぱその人に身についた魅力を面接官は見てるんでしょうね。人間ですからね。ホッポさんいかがでしたか。なんかね、今思ったんだけど、やっぱりほら、何度もつらつら答えちゃう子よりも、わからない人の方が、私は人間的魅力を感じるっていうか、うん、なんか答えられないで分かんなかったりとか、そういうことが多い人の方が、これから勉強していくっていう気がする。まあ、それがマキさんの魅力のような気がする。そうですね。そして大橋さん。はい。いや、でも本当にマキさんが言ってた通り、あの面接官は、私、みんな、ココアシュガレットなどの駄菓子で知られるオリオンを取材しています。長年愛されてきたココアシュガレットですが、時代の流れや禁煙団体から指導を受け、パッケージにあなたの禁煙を応援しますと入れたそう。実はパロディ菓子をお家芸としているオリオン、これまでにシャッターを押すとレンズからラブ。まずは東京大学などの研究チームの調査です。15歳から79歳の男女2万8000人を対象に嗅覚や味覚の異常、スマホ。俺はキキちゃんとそんなに誰かを好きになれるなんて。ちょっと井上さん。いらっしゃいませ。あ、おかえりなさい。浅田君、そろそろ時間じゃない？アキちゃん、なんか顔全ボロボロじゃん。うわー、こうやってアキちゃん、どこで渋滞してる。明治城、シャーソン。メーター検査で陽性だったとき、連絡すべき場所は